上村は1941年2月12日兵庫県で生まれました。登山のきっかけは小学生の時、遠足で行った祖父だけで山に興味を持ちます。就職してからも山への思いは断ち切れず、明治大学に入学し山岳部に所属します。この頃から登山に没頭し始めます。大学卒業後、アルバイトで貯めたお金で船を作成。横浜港からロサンゼルスへ船で向かい、見事に到着成功という伝説を作ります。その後、上村は考えられない偉業を次々と成し遂げていきます。1979年には優れた冒険家に贈られるバラーインスポーツ賞を受賞。そしてついに上村の最大の挑戦、マッキンリー世界初の冬季単独登頂を目指すことを決意。冬のマッキンリーは想像を絶する世界です。猛吹雪、30摂氏、過酷な自然が次々と上村を襲いますが、1984年2月12日ついに登頂に成功します。世界に衝撃が走った快挙でした。その日は上村のちょうど43歳の誕生日だったのです。上村以降、今でもマッキンリー登頂に成功した者はいません。また冬季登頂成功は世界で上村だけなのです。マッキンリー、いや、届きた。さて、頑張ってください、はい、また。
冒険とは生きて帰ることって偉そうに言ってましたので、ちょっとだらしがないじゃないのって岩村と一緒に暮らせて大変幸せだったと思ってます。巡り合えてよかったと思って。髪の手入れをしてもらって、いわゆるどんぐりヘアで10年間過ごしたんです。世界中のたくさんの人に惜しまれながら、君はマッキンリーに姿を消したわけだけども、決して私たちは君が死んだなんて思っていない。世界中のたくさんの人の中に夢とロマンと希望を与えてくれて、君は生きていると思います。君たちに僕の考えを話そう。僕らが子供の頃、目に映る世界は新鮮で全てが新しかった。やりたいことは何でもできた。ところが年を取ってくると疲れてくる。人々は諦め、みんな落ち着いてしまう。世界の美しさを見ようとしなくなってしまう。大部分の人は夢を失っていくんだよ。でも僕はいつまでも子供の心を失わずにこの世を生きようと思う。不思議なもの、全ての美しいものを見るために。いいかい、君たちはやろうと思えば何でもできる。僕と別れた後もそのことを思い出してほしい。やろうと思えば何でもできるんだ。その春、第二次捜索隊マッキンリーの頂上に残された日の丸を発見。それは夢に生き夢に散った男が残した。